はい。それではお時間になりましたので、セッションの方を始めたいと思います。えー、いが様による、えー、PHP で PH、PHP のメモリープロファイラーを作ろうです。いがら様、よろしくお願いいたします。 はい。えー、それでは始めさせていただきます。えー、今回 PHP で、えー、PHP のメモリープロファイラーを作ろうということでお話しさせていただきます。五十嵐です。えー、とですね、あの、私の記憶によりますとですね、今回確かにプロポーザルの応募にあたって、ゲテモノ寄りの話が聞きたい人向けというふうに書いていたはずなんですけれども、タイムテーブルを見るとですね、あの、どういうわけかこの朝一発目でなんかこの立派なお部屋いただいておりまして、 ま、なんか、皆様に実際このようにお越しいただいてるわけなんですけども、あの、これ、この話でいいのかなちょっとあの、今更ながら尻込みをしております。はい。えー、っとですね。Twitter、今は X ですけれども、X ではこんな感じのアイコンで、SJICH というですね、読み方のわからない名前でやっています。えー、生まれも育ちも仙台で、今も仙台におります。 2019年にですね、PHP カンファレンス仙台というのをやりました。その後はですね、ちょっと正常的にやれなかったんですけれども、まあ来年か再来年くらいにはですね、また何かはやりたい気がしています。ただ来年はですね、他の地方 PHP カンファレンスがたくさんありますんで、ちょっとここに新たに一つは微妙そうな気もするんですけれども、まあ、何せ仙台で何かやらなきゃまは、ま、緩、えー、く募集中です。普段は株式会社インフィニットループの仙台支社というところで、 え、スマートフォンゲームのサーバーサイドのプログラマーをやっております。まあ、こ、こんな会社です。はい。え、本社は札幌です。え、プログラマーばっかりですね、150人くらいいる会社ですんで、で、勉強になる人も多くいますんで、えー、不対応とかですね、あの PH、PHP とかが好きで、地元が仙台や札幌という人には結構おすすめの会社です。ぜひ一緒に働きましょう。えー、本日のお品書きはこちらです。えー、メモリとは何ぞやというざっくりのお話と、 まあ、あの PH、PHP のメモリ管理機構についてのお話。そして PH、PHP のメモリ消費量の計測方法。最後に PH、PHP のメモリプロファイルを自作するという取り組みの話です。<laughs> えまずですね、あの、このトークにお越しいただいた皆さんはですね、あの、ま、このトーク来るくらいですから、あの、皆さん、あの、メモリに関心がおありでですね、きっとメモリのことはある程度ご存知かと思いますが、 思いますが念のため、メモリの概要という、どういうものなのかっていうのをですね、ざっくりのところの説明だけやっていきます。我々はですね、あの、当たり前のようにコンピューターを使いながらですね、普段お仕事したり生活したりしてるわけなんですけれども、このコンピューターというやつはですね、あのいろんな部品から構成されています。その中の、えー、代表的な部品の一つがメモリです。コンピューターは数値で動くなんて言い方をよくされますけれども、数値というのはつまりですね、電気の強弱とか、 自生体の向きとか、まあ、そういう2つの状態を持つものの、まあ、そういうふうに見なせるものを並びパターンです。これは二進数0と1として見なせます。そうするとこの信号のパターンの時には、まあ、機械はこういうふうに動くとかこのパターンだったら機械はこういうふうに動くっていうふうにです、ね、機械に対する命令信号のパターンを数値で表せるということになります。またこのパターンで信号が来たら画面にこの文字を表示する。 このパターンのときは別の文字を表示するというふうにやるとですね、まあ、コンピューターへの命令、信号のパターンを動作の種類に対しての部分と、まあ、その種類の中での動作の内容に分けて構成することもできます。そうすると実質的に、まあ、この文字はこの数値、えー、この文字はこの数値というふうにですね、文字という種類の情報、データを数値で表したことになり、まあ、同じやり方でですね、音楽とか画像とかですね、それらを組み合わせた動画みたいなデータも、まあ、同様に、 数値でで表すすことができますかなり大雑把な説明ですが、大枠としてはこのような意味で、コンピュータは数値で動くという言い方ができます。そのようにしてです、ね、たくさんの信号のパターン、命令、つまりプログラムを立て続けに与えてやることで、コンピューターというのは動作していくわけなんですけれども、コンピュータの中のです、ね、この信号を処理していく部品、CPU と呼ばれる部品は、まあ、あの鳥頭なんですね。まあ、ものすごい速さでたくさんの命令を処理できるんですけれども、 まあ一方であまり多くのことをたくさん一度に覚えていくことができません。なので、例えばまああのこの,スラ,イドのスライドに使っているプログラムとかですね、あるいは皆さんが使ったり使わなかったりしている PH PHP 処理系そのものであるとかですね、まあ、そういったプログラムの命令全てをずっと覚え続けておくということが CPU さん単体ではできません。まあ、CPU さんは必ずどこかで別の装置、コンピューター作る際に組み合わせて使われた 別の装置から信号のパターンを読み取り続けていく人がいます。つまり CPU はひたすら処理をする人で、その CPU が信号のパターンを読み取り続けるための部品、信号を覚えておくための装置が必要です。で、その別の部品というのがメモリです。メモリはですね、数値の並び、信号のパターンを大量に記録できます。信号のパターンを大量に記録して、まあ、CPU がどんどん読み取り続ける。 また CPU が何か処理をした結果の情報を信号のパターンとして書き込んでいくこともできます。ごく単純な処理を一つ行って、まあ、さらにその結果を別の単純な処理で利用するというのを、まあ、途方もない数繰り返して単純な処理の組み合わせで考えられないほど複雑な処理を行っていきます。メモリはその名のとおり、コンピューターの記憶を司る装置といえます。一応ですね、えー、コンピューターが扱うデータの単位についても、まあ、なんだ、こんな。 子供楽しいいとかににももすすするんででけども、まあ、一応簡単におさらいですメモリは数値の並びを、えー、記録することができます。この数値の並びをどのような単位で扱うかというと、まあ、1ビットという単位があります。これは0か1のどちらかの値を持つ二、まあ、進数の1桁分の単位です。で、えー、次にバイトという、1バイトという単位があって、まあ、これは今のマシンでいうと8ビットの並びです。昔は6ビットとか9ビットをひとまとまりで集まって扱っていたマシンもあったようですが、 今の用語としては8ビットで大丈夫ということになったらしいです。で8ビットの並びということはですね、2進数の8桁分、2の8乗で大体0から255までの256種類の値を持つことができます。で1バイトは大体1000倍にしたのが1キロバイトと呼ばれて、1キロバイトを大体1000倍にしたのが1メガバイト、1メガバイトを大体1000倍にしたのが1ギガバイトというふうに呼ばれます。 なお余談ですが、大体というのがちょっと人間の理不尽なところでして、このキロとかですね、メガとかいうのは、キロメートルみたいなんですね、あのコンピューターの普及以前からある単位表記を利用していますが、コンピューターの世界では2の類似上で1000に近い1024倍で区切ることも多いです。一方で、コンピューターの話の中でも、通信の世界だけでは1000倍の方をそのまま使っていたりするので、余談するとですね、一つの話の中で、ちょっとメガとかギガとかいうのは全然違う単位として使うことになったりして、とても厄介ですね。 まあでも、この辺の細かい違いは今回のトークの中ではそんな気にしなくてよいはずです。でメモリは1バイトの情報を収めると箱がたくさん並んだ何かとして考えられます。一つ一つの箱に背番号がついてまして c p はその背番号を使って箱を指定することでその箱に入っている情報を読み書きできます。この背番号のことをアドレス、バンチと言います。64の メモリを搭載したマシンというふうに言ったら、まあ、1バイトの箱が64ギガ個、大体687億個ぐらいですね、下資詰まっているという状態で、まあ、どの箱かを背番号251億1031番3というふうにですね、あのアドレス指定して読み,読み書きをするわけです。メモリの中のあるバンチあるいはあるバンチから別のバンチまでといった形で特定の情報を記録できまして。で ある情報を記録するためのバンチやバンチの範囲をメモリー領域などと呼んだりもします。で、このメモリというのはコンピューターの中で限られた資源です。ある情報を記録するために使っている領域というのは、その間は別の情報を記録するのには使えません。一方で、メモリは CPU が処理する内容を読み込んだりするのに使う部品ですから、高速に命令を処理していく CPU をあまり待たせないよう高速に動作する必要があります。早く動くための代償として、 メモリは比較的高価な部品でして、大容量化が大変です。しかも、通電しなくなると記録していた情報も消えてしまいます。なので、まあ、遅くてもいいので、もっと安くてですね、大容量化できて、通電しなくても情報が消えないようなです、ね、別の部品、ストレージと呼ばれる部品を組み合わせて使います。これですぐに必要な情報はメモリに、それ以外の情報はストレージに入れておいて、使わなくなった情報はメモリから消したり、まあ、すぐには使わないけど、そのうちまた使いたいという情報はストレージに移動して、 まあ使うときにまたメモ,リメモリへ読み込んだりというふうに使い分けながらやりくり,やり,くりしていくことができます。で、コンピューターの,有効,の活用有効活用のためにですね、まあ普通はですね、今時あは複数のプログラムを同時に動かしていきます。これはマルチプロセスと呼びます。で、実行中のプログラムのことをプロセスというふうに呼ぶんですけれども、複数のプロセスがメモリや CPU といったハードウェア資源を仲良く使うため、OS が間を取り持っています。 もし間を取り持つ OS みたいなやつがいないとすると、あるプロセスがメモリ領域の、まあ、どこかへです、ね、計算当地のデータを書き込んで、ですね、で,後でまた使おうとしたら、なんか別のプロセスが書き換えちゃってるみたいなんですね。そういう不幸な事故が、まあ、起きてしまうかもしれません。でえー、プロセスがメモリ領域を必要とした際に、えー、OS はマシンの物理メモリ領域を区切り出して、えー、そのプロセスへ割り当てます。 これで各プロセスがお行儀よく割り当てられたメモリ領域にだけアクセスしていればいいわけなんですがプログラムにバグがあったりするとですね、まあ、これでも全然関係ないプロセス用のメモリはぶっ壊してしまうかもしれませんまたメモリは有限の資源ですから他のプロセスが使っているメモリへ触らないように避けて通ろうとしていくと、まあ、そうするとですね本当は32メガバイトの連続する領域がアプリケーションとしては使いたいのに 16MB のメモリー領域2つ分とかですね、そういうとびとびのなんか領域しか使えませんとかっていう、確保できませんという場合もあるかもしれません。他のプロセスがどういう状態かに合わせて、とびとびのアクセスにも対応とかをですね、それぞれのアプリケーションがやってると大変です。このため、Linux や Windows のような OS は CPU の機能,をした機能を利用したアドレス変換機能によって、 各プロセスが固有のメモリー領域だけを見ているように見せかけたりできます。で、OS がですね、プロセスへ、さっきこのサイズのメモリー領域を要求したあなたはあの、このアドレスからこのアドレスまでを使っていいですよというふうにですね、まあ、OS さんが教えてくれるんですけども、実際にプロセスがそのアドレスへアクセスするよう CPU のメールを実行するとですね、まあ、CPU のアドレス変換機構で、まあ、それと異なる物理メモリ上の 物理アドレスへのアクセスが行われるというわけです。まあこれをうまいことやって使っていくとですね、まあ、物理メモリーの中の最近使わ,れている使われてない領域をですね、一旦ストレージを保存しておいて、まあ、物理メモリー領域を開けておいてで、他のプロセスへ割り当ててしまって、もともとその領域を使っていたプロセスが同じパスアドレスへアクセスしてきたら、まあ、さらに別のメモリー領域へあのストレージから内容を復帰して、 アドレスの割り当トを変えるといったですね、まあそういうストレージとの間のやりくりの対応の自動化も可能となります。まあいわゆるスワップってやつですね。まあそういう OS レベルのやりくりをですね、前提にしてもないそうでは触れません。ストレージはメモリと比べて圧倒的に遅いので、メモリアクセスの際に高頻度でストレージとの内容入れ替えが発生してしまうと CPU が全然パワーを発揮できないということになります。そのため、OS の設定としてこのストレージとの内容入れ替え、スーパーを切ってしまったり、 ああるるいいはですすす。ね、容量を制限するという場合もよくありますそれで物理メモリが足りなくなったら、まあ、メモリをたくさん食っていそうなのプロセスをですね OS さんが勝手に選んでですねあの強制的に終了しちゃうとかっていう形ですねでまあプログラムはですね、仮想メモリの仕組みによって、まあ、広いメモリ空間というのを、まあ、自分しかこの世にいないような気持ちで使えるんですけども、まあ、本当に好き放題のメモリを使ってしまうとシステム全体が正しく動作することの妨げになるので まあ各プログラムがですね、無駄のない使い方を心がけていく必要があります。はい。で、メモリについての、えっ、ー、と、まあ、前置きは以上となりますが、ここからですね、PHP のメモリー管理機構についての前置きとなります。えー、ここまでですね、あのざっくりとメモリーの概要をおさらいしてきました。次に PH、PHP のメモリー管理機構についてのお話です。えー、皆さんですね、まあ、こんなエラーメッセージを見たことがあるのではないかと思います。 アロードメモリーサイズオブ、えっと、なんだ、これはたくさんだな。たくさんバイツエグゾーシテットってやつですね。はい。えー、まあ、このエラーメッセージを出すのはですね、PHP のメモリー管理機構の一部です。直訳すると、許可されたメモリーサイズ、えっ、ー、と、これは、うーん、たくさん、たくさんバイトを使い果たしました。えー、4096バイトを確保しようとしましたっていうふうになります。で、このたくさんバイトというのは、あの、128メガバイトのことでして、 えー、スクリプトの実行時に何かメモリの使い方を 128MB に制限するようなやつがいて、でスクリプトの中で7 0 9 6トつまり 4KB のメモリ領域を何か確保しようとしたらしくて、まあ、その際にこの 128MB の制限に当たったということがわかります。で、この 128MB にメモリ使用量を制限しているというのがメモリリミットというやつです。 PHP にはメモリリミットという移認設定項目があります。これはリクエストごとのメモリ条件を指定するものです。PHP はサーバー上で複数のリクエストを同時に処理するため、通常は FPM とか m o d p h p といった仕組みで複数の PHP がプロセスが起動されて、まあ、それぞれが一つずつリクエストを処理していきます。PHP がマルチプロセスでリクエストを処理する際に、マシンリソースをですね、食いつぶさないようにですね、各プロセスの使用量を 制限できるようになっていますリクエストの処理が、まあ、あのメモリーリミットを超えたらですね、あのプロセスが接車、ね、は腹を切りますですね。で、まあ、あのサーバー全体の動作へ影響を及ばさないようにできます。最近のデフォルト値は 128MB ですが、プロジェクトや利用箇所によって違う設定にしてあるはずです。PHP 処理系のメモリー管理部品は全動メモリーマネージャーと呼ばれています。 これはリクエストごとのメモリー領域と永続メモリー領域という2つのメモリー領域を持っています。リクエストごとのメモリー領域は処理系や C 拡張がメモリーを確保したり開放したりする際に、レブシェの MROC とかですね、フリーとかっていうのをパクった EMROC とかですね、EFree といった API で操作します。必要なサイズを指定すると、まあ、そのサイズのメモリー領域が確保された上で、まあ、そのセントアドレスを教えてもらって、不要になったら、そのセントアドレスを教えてやると、 解放されて、領域は別の用途で使えるようになるというやつです。永続メモリー領域は、まあ、完全にこれは通常、リ i シ c の MLOC とかですね、フリーがそのまま使われています。永続というのは、リクエストをまたぐというからの意味ですね。どちらにしても、OS が切り出してくる仮想メモリー領域をさらに小分けにして管理するような形となっています。なお、あの名前の前途というのはですね、PHP の開発者の名前に由来しています。もともとはラスマス・ラードフさんという人が PHP という言語を作ったんですが、 PHP3 として処理系を大幅に作り変えたゼーブさんとアンディさんというですね、昔は若かった当時の若者がいまして、で、まあ、PHP4 でですねあの、さらに大幅な書き換えが行われるにあたって、二人の名前を、なんでここ,ここを取っちゃったんだろうって感じがするんですけど、ゼーブとアンディの名前からあのちょっと写ってゼンドという、まあ、ゼンドエンジンというですね、ふうに処理系の皮部分を名付けました。まあ、どちらももう PHP の開発にはほとんど現れないんですけれども、 全度エンジンのメモリ管理部品ということで、全、ま、度、あ、メモリーマネージャーとかですね、そういうふうな形で名前が今も残っています。リクエストごとのメモリ領域というふうに言いましたが、PHP スクリプトのメモリー状態は通常リクエストごとにリセットされます。PHP スクリプトの実行が終わると、リクエストごとのメモリ領域に入っていたデータは全部解放されます。大部分のデータはリクエストごとのメモリ領域で管理されるので、 PHP ではメモリリークの心配があまりなくなるというのがよく言われます。また、メモリリミットでの制限対象は、このリクエストごとのメモリ領域です。メモリゲットユーゼージとか、メモリゲットピークユーゼージというようなですね、PHP のメモリ使用量を取得する標準関数があるんですけれども、これらで取るメモリ使用量の情報もこの部分での話です。永続メモリ領域や全部メモリマネージャー管理外の領域というのは、完全にメモリリミットの対象外です。 例えば、X デバッグが動作に使うメモリというのは、PHP の処理系のメモリ管理部品を使わずに、直接 Rebusy の MR6 とかフレ e を使って確保したり、開放したりしているので、メモリリミットの対象外です。PHPDBG だと、あの全土メモリマネージャー系で似た情報を取ったりするので、まあ、どちらでカバレッジを取るかで、PHP ユニットでのメモリ使用量報告が大きく変わることもあります。また、OP キャッシュが SHM として共有メモリ上に管理するのも別の領域です。 今回の投稿ではこの辺の話はしません。<laughs> さて、リクエストごとにメモリ領域は解放されるという話をしましたが、次はリクエスト内でのメモリの確保と解放についてです。PHP スクリプトでメモリが必要になったら、裏で処理系が内部的に全部メモリマネージャーの EM アラックなどを使って確保します。スクリプト内でメモリ領域を確保のような関数はありません。変数を作るとか、配列の要素を追加するとか、オブジェクトを入するとか、 そういったときに処理系が裏でこっそり必要なだけのメモリを確保します。スキット内のどの部分がどのくらいメモリを必要とするかは意識せず使えます。逆に言うと、どこがどれだけメモリを使っているかは普通のやり方では調べることもできません。メモリゲットユーザー値を処理の至るところに差し込んでやると増減のタイミングを絞り込んでいくことはできます。が、それでも何がどのくらいメモリを使うというのを正確に知るのは非常に大変な作業になります。リクエストの処理中で不要になったメモリ領域はどうなるのかというと、 まあ基本的にはですね、これも処理系によって順次勝手に解放されていきます。整数値や不動小数点数、ブール値のような単純な値を持つローカル変数は VM スタックで管理されます。関数が終了し次第そのまま破棄して良いはずです。オブジェクトやハイレス、文、え、字、ー、レスなどは参照アカウントで順次解放されていきます、まあスクリプト内。スクリプト内で使われなくなった領域から解放されます。循環参照は参照カウントでは破棄できないので、 まあなんかマークスイップっぽく可能性ある要素ですね。一通り舐める循環参照 DC というのが使われています。一応もうちょっとだけ細かく説明します。まず前提として、PHPS クリプト内の値は内部的に Z バルという構造体で表現されています。Z バルは値の種類を表す型情報と値そのものを持つ128ビット、つまり16バイトの構造体です。このうち値そのものは C 言語のユニオンで表現されている64ビット、つまり 8バイトの値で、ロング、ダブル、ブール、ストリング、アレイ、オブジェクト、リソース、ヌル、アンデフとかですね、まあいろんなものがあの何でも入ります。で、えまあストリングとかアレイとかオブジェクトとかリソースとかっていうやつの,あの Z バルはあの、詳細なデータ構造へのポイントを持ちます。詳細なデータ構造というのは、ストリングだったら文字列の長さと文字列の実体を持つ構造体、アレイだったらハッシュテーブルの実体、オブジェクトだったら対応するクラス情報や、プロパティのテーブルといった 感じの具合ですちなみに、えー、型情報を表すのには、せいぜい1バイトがあれば十分なわけですが、今主流の CPU がです、ね、メモリアクセスを行う際には、8の倍数のメモリアドレスでアクセスする方が効率的です。で、値8バイトに型情報を1バイトというのは非常に切りの悪い状態になってしまうため、まあ、処理系を PHP 処理系をベルドする C コンパイラーというのが、この場合に7バイト分見えない詰め物があるように扱うことになってしまいます。なので、 PCP 取引はこの放っておくと余ってしまう領域についてもったいないお化けという感じでですねあの値が使われる文脈に応じて異なる解釈をするための便利バッグのような利用をしています、まあ、それが U2 とかに入ってるわけですねローカル変数は VM スタックという領域に入る Z バルの配列です関数呼び出しのたびに VM スタックへ必要なローカル変数や引数用の領域を確保します関数がリターンするたびに え、ローカル編成分の Z バ,を Z バルを取り除きます。整数値や不動小数点数、ブール値のような単純な値はこれで十分です。しかし、オブジェクトや配列、モジ列レスなどの場合、その詳細なデータ構造の実態は VM スタックには入っておらず、VM スタックにはそれらを参照するポインターが Z バルとして入っているだけです。なので、実態は別の形で掃除が必要です。オブジェクトや配列、モジ列レスなどの実態は参照カウントという整数値のフィールドを持ちます。 これは、まあ、今 N 箇所で使われていますという N を表すものです。関数を渡したり関数から返したり異なる変数へ代入したりするたび参照カウントが1増えます。アンセットしたりローカル変数がスコープを抜けてスタックから破棄されたりするたびに1減ります。参照カウントが0になるとようやくその実態が確保されあの解放されます。ハイレストオブジェクトでは循環参照というのが発生しています。まあ、お互いにお互いを参照し合っている。 なんで、参照カウントは両方1なんだけど、他のどこからも使われてないという状態が発生してしまいます。参照カウントでは、循環参照を解放できないので、処理系は参照カウントを減らした際にゼロにならない、まだ参照カウント残ってるなみたいな配列が、オブジェクトがあると、まあ、こいつはちょっと疑わしいなってですね、あの、被疑者リストに追加します。で、この被疑者リストがルートバッファーと呼ばれるバッファーで、参照カウントがゼロになるなどして破棄される際は、まあ、ルートバッファーから、やっぱお前はちょっと白ろだったわ、つったの。 除去しますレッドバッファーがある程度あの止まってくると循環殺傷が発生している可能性が高いと判断して処理系は循環参照 GC を実行します循環参照 GC の細かい挙動は言ってみればですねあの循環参照のメンバーとしてだけの参照家がですねウタがわしいものをどんどん芋づるでですね酸照肝炎を濃淡にしていってです、ね、ななんかそうではないぞというこれは確かに酸照,照があるぞと言い切れるものが見つかったらですね今度はそいつは芋づるで被疑者から外していくというような プロセスをただります、まあ。興味のある方はですね、あの和裕チ先生のですね、PHP の GC の話っていうスライドがですね、Google から出てくるはずなので、あのそれをぜひ見てくださいあの。とても動作をイメージしやすく書かれています。なお、えー、循環参照 GC と、えー、付き合っていく際の、まあ、利用上の注意なんですが、循環参照 GC のトリガーはウェートバッファーの埋まり具合です。つまり被疑者リストがあの一定の数たまらないと動けません。 を超えてルートバッファー要素が追加されて初めて d c が実行されます。なので、メモリリミットをです、ね、あの超えた瞬間とかには、ね、d c 動かないんですよ。なので、手動でいいタイミングに、ね、d c コレクターサイクルっていうです、ね、あの循環発症 d c を手動起動するという感想を呼ぶと、それだけメモリリミットを避けられるという場合もあったりします。レクエスト終了まで解放されないという領域も中にはあります。 グローバル変数、関数内成で件数、クラスタティックに定数、コンパイラされたクラスや関数の情報、それに PHP スクリプトを VM の仮想マシン命令をコンパイルするオペコードコンパイラがリクエスト内で作業用に使う領域などです。これらはリクエストごとのメモリー領域で確保され、リクエスト終了時には確かに破棄されるんですけれども、まあ、リクエストの処理内では決して破棄されません。まあ、極端な例で言うと、 えー、無限ループでイで、ね、ーバルし続けるようなコードというのはです、ね、必ずメモリーリミットを突き破ります。メモリーリミットマイナス1とかではなければですね。ところで、リ、えー、クエストの処理中にです、ね、不意にスクリプトが終了した場合というのも、そういう場合はあり得ます。まあ、例えばエグジットが呼ば,れた場合呼ばれたりした場合です。えー、この場合は、ね、VM スタックなどのすべてをスキャンするような処理が行われるわけではないんですけれども、リクエストごとのメモリー領域そのものが解放されるので、メモリー自体は基本的に禁止なくていいです。 ところが、まあ、オブジェクトがですね、あのデストラクターで永続領域の開放処理を持っているとかですね、まあそういうなんかいろんなケースが考えられますんで、なんでリクエストごとのメモリ領域の開放前に、まだのユーザー用のユーザースクリプトの領域が残っている間に終了,しをおこ終,了終了処理をきちんと行いたいかもしれません。そのため PHP 処理系はグローバル制度として全オブジェクトの参照を維持しており、これを通じてシャットダウン処理の早期に順次デストラクトを呼ぶようになっています。 これはちなみに参照感を増やさない参照です。で、何がリクエストの中でメモリーを使っているか、書き足でまとめてみます。ここで挙げた以外にも、ファイバーの管理領域や、あの全土メモリーマネージャーがメモリー領域を確保する際の、管理オーバーヘッドみたいなものもあるんですけれども、あとはまあ各所の拡張がですね、拡張がさまざまな理由で、リクエストごとにメモリー領域を利用する場合がありまして、まあ、あとは今回話してないメジャードコアと、あの出力バッファーみたいなものがありますね。 ただまあ、基本的にはこの辺に挙げたあたりの項目で大部分を、大きい部分をカバーできます。で、ここまでの話を踏まえまして、メモリ使用量の計測事情についてです。まず、メモリ使用量を計測する必要性についての話です。なぜ計測するかというと、Web システムの多くは例えば IoBound なので CPU が遊びがちです。サーバー資源を有効活用するのに PHP ワーカーを増やしたいということがよくあります。しかし、CPU が余っていても、 各ワーカープロセスがメモリを食いすぎると並列度を上げづらくなります。実質的に可社分メモリを割るワーカーの消費メモリが並列度の限界になるわけです。また、ウェブ以外のシーンでも、まあ、最近の PHP というのはです、ね、割と汎用言語として普通に使えたりします。信じてください、えー。例えばですね、ギガバイト単位でメモリを食う定的解析ツールの改善などに糸口が見つけられると嬉しいです。 昨今はですね、スゴーとかですね、あの、ロードランナーとかですね、リクエストごとに状態をリセットしない系の、まあ、オルタ FPM とか言われてやいる奴らが成熟してきたこともありまして、PHP ワーカーがリクエストをまたいで状態を保持し続けるような利用シーンも今後増えていくかもしれません。何がどこでメモリを使っているか分からないというのは、まあ、そういうケースでの過観測性の問題があります。さて、えー、誰が言ったか、あの、生息するな、継続性という言葉があります。 プログラムの処理時間の改善について言われることが多いフレーズなんですけれども、処理時間,処理時間の場合と同様にメモリ使用量についてもボトルネックが生まれがちです。つまり、動く一部の原因が多くのメモリを消費するということがよくあります。ある程度以上の規模のシステムで、あのメモリ消費量なんか多いんだよなって漠然と話から、あの何もノーヒントで改善点を突き止めるっていうのは、まあ、当てずぽで難しいです。砂漠であのゴマ粒ですね、平スタックでニードルを探すようなものです。 さて、このようにですね、メモリ使用量を継続するモチベーションというのは、いろいろあり得るんですけれども、実際に継続を行う方法は何があるかというとですね、現状ではあまり選択肢が多くありません。ざっくり言うとですね、メモリーゲットユーゼージにメモリーゲットピークユーゼージといった標準関数を頑張って使うという方法と、あと、X デバッグ、TIDEWAYSXHPROF といったプロファイルのおまけ機能を使う方法、そして、 PHP メムプロフィや PHP メムインフォといった拡張を使う方法があります。まずメモリーゲットユー,ージェイとメモリーピークメモリゲットピークユー,ージェイを頑張って使う方法です。メモリーゲットユー,ージェイで現在のメモリー使用量を取得できます。メモリーゲットピークユー,ージェイでリクエストの間の最大使用量を取得できます。またこの最大使用量は p c p 8 2で追加追追加されたメモリー リセットをピークユーゼージというのによって、まあ、記録をリセットすることもできます。ある処理を行う前後での差分を取ることで、その処理でのメモリ増加量や減少量を計測できますが、えー、メモリ使用量が問題になるケースというのはです、ね、ほぼです、ね、何らかの理由でメモリが解放されていない場合です。いつ確保されたメモリがいつ解放されているのか、まあ、何が解放されるべきときに解放されていないのかということがです、ね、問題になります。これはです、ね、使用量の集計という形では当然わからないんですね。 その情報が完全に欠落した状態になってしまう。まあ、ごく一部のケースに当てがつけられるということはあります。ただそれだけです。でまた、ですねあの、ある処理で一気に確保されたメモリが、まあ、その後の処理で,です、ね、普通にさっと解放されているという場合もあります。なので、この関数はめちゃくちゃあのメモリ使用量が増えたなって、怪しいなというのはですねあの、その後で普通に全部解放されていたらです、ね、何も問題がないという話になるわけです。 あとはまあですね、あのこの方法はですね、そもそも仕込むのがですね、めんどくさいです。めんどくさいようにですね、あの先ほど述べましたように、あのリターンが大したことないです。なんで、計測対象のソースコードへですね、大きな改変が必要な手段というのは、基本的に選びづらいです。えー、次にですね、エクセデバッグに XHProf です。これらはですね、それぞれ処理時間のプロファイル機能を持つ拡張で、そのおまけ機能としてですね、関数の出入りの際に、 メモリ使用量、ピーク使用量を自動で記録できます。まあ、この時点でちょっとあのお察しいただけたかもしれませんが、あな,なおですね、p i c c r の XHProf はもともと Facebook、今でいうメタで作られたプロファイラでしたが、HHVM 移行などの事情で長らくメンテナンスが放棄されていました。現在は新たなメンテナンスがついていて、それまでの間、長いこと大役エになってきた TideWaysXHProf というプロファイラは、おととくらいにです、ね、リポジトリがアーカイブされました。 まあそんな余談はともかくとしてね、まあ、この辺の選択肢ではですねあの、とにかく自動的に計測、記録ができるというので、先に挙げた問題点2の方、仕込めるのがめんどくさいという点だけは改善されます。が、まあ、問題点1の方についてはですね、まあ、本質的には何もメモリーゲットユーゼージ、メモリーゲットピークユーゼージ方式と変わらないというものになります。メモリ使収容量が減らない理由は分からず、どこの何が減っていないのかもよく分からないということになります。 そして、現在、有力な計測手段の一つ、PC メムプロフィです。ピクルに入っている C 拡張で、スクリプトの全関数実行を復して、今どこを実行しているかっていうのを追跡していきます。合わせて、全土 MM セットカスタムハンドラーズでですね、あの全土メモリーマネージャーにはですね、あのメモリー確保とか解放の処理をですね、あのカスタマイズするというすごい機能があってですね、まあ、これであの確保解放処理を復活することで、 どこで確保されたメモリがどこで解放されたか、解放されているのはどこかというのをです、ね、あの全追跡するっていうです、ね、ことができます。メモリリミットを中過時にです、ね、自動で出力をダンプするという機能もついています。これは設定で有効にできます。この関数内で確保されたのはこのサイズの領域が解放されていないというのはです、ね、あの判定できますので、メモリ使用量の集計を得るだけでは分からない、何が減っていないのかをです、ね、だいぶ絞り込むことができます。 メモリ使用量が減らずに膨れ,上がっていく膨れ上がっていく理由を推測する手がかりが得られます。まあ、あのかなりのケースで用が足りるんですが、そんな素晴らしい PCP メモリプロフにも、えー、弱点はあります。まず、全関数実行と全メモリ確保開放処理を復旧するというのには、当然ながら一定のオーバーヘッドがあります。計測に本来とは異なる種類が行われて、まあ、厳密にはスクリプトの挙動も変わっていくことになります。こういった点から、本番環境での問題特性には不向きであるといいます。 また、この手法では、どの関数の確保が解放されていないかというふうに、何の領域がどれだけ使っているかという情報は分かりません。また、利用する際には、処理機への C 拡張のインストールが必要で、対象の完全無修正での計測というわけにはいきません。そして最後に、PHPMEMINFO です。これは p i c o には入っていませんが C 拡張です。結構古くからあるやつです。 meminfodump という関数を提供していて、スクリプトから呼び出すと、呼び出し時点のスクリプト内のコールスタックの変数情報を JSON としてダンプすることができます。ダンプした内容は PHP スクリプトで解析、集積、集計できるように PHP ツールもついています。計算は正確というわけではないんですが、何がメモリを食っているかというのですね、かなり絞り込めるという特徴があります。この PHPmeminfo もですね、非常にいい拡張なんですが、やはり難点があります。 まず、2022年3月の CI 設定の修正で、PHP 8.1でも自動テストを行うようにしたよという修正は最後に更新がされておらず、PHP 8への正式対応版はリリースされていません。また、循環参照や定数や関数の性的変数には対応していません。PHP MemProf と同様に利用する際には、処理ケアの C 拡張のインストールが必要で、またこちらは、ダンプする関数を呼ぶ必要があるので、スクリプト側を修正しての 対応も必要です。というわけでですね、ここまでの全ての話を踏まえまして、俺が考えた最強のメモリープロファイルを作ろうというですね、あのアイデアの話です。まあ、以前からですね、PHP スクリプトの処理時間を計測する REDI というです、ね、プロファイルを PHP で作っています。こいつはですね、あの処理系のバイナリとメモリーマップを解析して、対象プロセスの重要項材体のアドレスをプロセス外から特定して、FFI によってシステムコールを呼んで、 あの別プロセスの手裏剣内のメモリを読んで、手裏剣内部のメモリレイアウトの知識を持って内部情報を解釈して、で今こいつはどんな関数を実行しているってですね、実行中の関数とか VM 命令とか、あるいはそこに至るまでのコールトレースをサンプリングで取得するというものです。よく取れてくるものというのがボトルネックというふうに考えられます。つまり、まあ、あの完全な、えー、ゲートモのスクリプトなんですが、えー、意外とこのような大道芸がですね今のところまともに機能しております。 でえー、つまりですねあの、ほぼ同じやり方でですね、処理時間の計測に使える以外の処理系内部の情報も取れるのではないかという話になります。例えば、レには PHP Spy という、えー、C 言語性の PHP プロファイラーという元ネタがありまして、さらにそのネタはラストで作られたレビープロファイラー、Revy Spy というんですけれども、まあ、とにかくその元ネタの PHP Spy の方ではですねあの、サンプリング時点での,あのメモリ使用量、最大使用量を取得できるという機能があります。まあ、これはあの先ほどから 繰り返し申し上げているとおり役に立たないんですけれども、あのこれと別にですね、PHP Spy は指定したファイル行のローカル変数やグローバル変数がどういう値を持っているかという監視もできるようになっています。もし同じことをもっと大規模にやったらどうなるかと。Rudy PHP Spy は Executor Globals というですね、まあ、EG と呼ばれる PHP の内部構造体を起点に、えー、処理系内の情報を取得します。ほぼ同じ経路で読めば,、まあ、読,めば読めそうな情報としては、 例えばですね、あのグローバル変数全部入りテーブルとかですね、定義済み関数全部入りテーブルとかですね、あの定義済みクラス全部入りあのテーブルとかですね、定義済みの定数全部入りテーブルとかですね、あとは当然コールスタックも取れて、その中のローカル変数も取れて、つまり割と全部取られるんではないかということですね。まあ、あのグローバル変数テーブルから、まあまあ、あるいはコールスタックからそのさらにその内部で使われてるですね、Z バルの値を解析していってです、ね、この Z バルがもしオブジェクトを指してたら、 そのオブジェクトのポインターをさらにたどって、オブジェクトの実態の情報も解析してというふうにですね、芋づりにたどっていくという、まあ、処理系内部の構造を、あのそういう知識を PHP コードにひたすら落としていくっていうですね、あの、頑張りさえあればですね、まあなんか、先ほど、あの、何がリクエストの中でメモリーを使っているかっていうですね、あの、スライドにまとめた、あの、ほぼ全ての情報はですね、処理系外から読み取ることが可能です。さて、ここまでの話を踏まえまして、まあ、そのようなリク動作するメモリープロファイラーの 稼働中のシステムへの利用可能性を考えてみましょう。データの取得中はですね、さすがに対象プログラムの動作を停止させたいですね。あの実行中の VM 状態変化っていうような影響がですね、あの読みとかがすごく多くなる分ですね、あのただコールトレースを取ってくるという以上のものになります。まあ、状態の取得中に状態が変わるということがですねあの、避けづらくなっていくはずです。そうするとまともな解析,解析はできないはずなので、まあ、メモリの状態をあの取得する際に一面、相手を止めないといけません。 でこれは自体は P トレスというシステム構えでできるので FFI から言えばまあ問題ないんですけれどもあのただ長く止めてしまうとですね当然ながら本番環境で使うのなんか大変という話になります。で扱うデータがですね、まあ、単なるコールトレースの取得に必要なものよりも多くて、まあ、解析処理に時間がかかりますので、まあ、リアルタイム解析というのはやっぱりつらいなというのがあります。そこであのメモリープールをですねあの丸ごとコピーしてですね あのそれを解析する、後から解析するという手を取ります。処理系のメモリープールをほぼ解析なしで、まあ、一気にコピーしてですね、あの即座に停止解除してですね、あのコピー後のデータでじっくり解析するという。まあ、こんな形なら少なくとも解析時間の影響はなくて済みそうです。なお、プロセス外からのメモリーコピー速度ですが、今時の DDR4 とかの DDR5 の速度だったらですね、あのメモリーリミットの範囲ぐらいは割といけるんじゃないかと思ったんですけども、まあ、実際になんかあの別プロセスから 1GB 分ぐらいメモリーをコピーしてきたらですね、 あのうちのマシンで234メビ秒とかかったんですね。なんか期待してたより10倍ぐらい遅いんですけども、まあ、システムコールの処理としてのオーバーヘッドがまあまあありますんで、まあ、素朴な MEMCP1 なんかと比べると運動の差が出ます。とはいえですね、まあ、メモリリミット結構小さいのが普通なので、まあ、せいぜいなんかの128メガバイトとかもっと小さいとかって普通にあるのでまあなんか遅いことは遅いけれども許容できないほどもないという感じがします。 このメモリープールをまるっとコピーというのを、まあ、実際にやろうとした場合、メモリープールのアドレスをどうやって見つけるのかという問題があります。外部プロセスのメモリープールのアドレスは自明ではないです。処理系内で全土メモリーマネージャーのコード自身は、AG、アルケーターグローバルズというシンボルを経由して、まあ、あのプールにアクセスするんですけれども、これは公開シンボルではないので、あの普通にはたど,れたどれません。デバッグシンボル付きの処理系を用意すると、あの ちゃんとアクセスできるんですけども、めんどくさいので、これは避けたいです。まあ、とりあえずですね、このリクエストごとのメモリ領域に使われているメモリープールの構造をざっくりと見てみます。全部メモリマネージャーの管理メモリは2メガバイトごとのチャンクで OS から確保されます。各チャンク内部でさらに4キロバイトごとのページへ分割されています。EMROC は各チャンクをさらに小分けにしたり、複数ページをまとめたりした領域を介してきます。各チャンクは 全度 MM チャンクという構造体を領域の先頭に持っています。まあ、ヘッダーですね。で、全度 MM チャンクは双方向リンクリストで各チャンクをつなげています。最初に確保されるチャンクはメインチャンクという特別なチャンクで、プール全体の管理情報を全度 MM ヒープという構造体を持っています。処理系のアルケーターからは、まあ、この AG からたどることができます。というわけでですね。 あのメモリープールのアドレスを見つけるためのめちゃくちゃ強引な方法を考えてみました。まあ、一旦、適切なリクエスト内角度の要素のメモリアドレスをです、ね、あの公開シンボルのエグゼキューターグローバルズ経由で,です、ね、あの普通に解決しますとで。これであの対象プロセスのメモリマップを見て、まあ、当該 M マップ領域を特定します。でこれをです、ね、2メガバイトのチャンクサイズにアラインしたアドレスを総当たりしていって、まあ、メインチャンクに特有の構造を持つかで同定します。 メインチャンクには固定オフセットにヒープ全体を管理する全土 MM ヒープというのが特別に埋まっています。で、全てのチャンクは先頭要素にこれらのポイントを持ちます。よって、広報領域の先頭要素の8バイト分の値が、まあその固定オフセットの位置を指し示していれば、まあその領域はメインチャンク先頭の可能性があります。全てのチャンクは減った構造で全土 MM チャンク内に投資番号を持っていて、で、メインチャンクは0番です。よって、この投資番号のオフセット位置が まあゼロって書いてあったらこれはメインンチャンクの可能性が高まりまりすでセターのチャンクは全度 MM チャンク内の要素により双方向リンクリストでつながっています。よってリンクリストの NEXT のオフセット位置を調べてその8バイト分の値の先にも全度 MM チャンクがあると仮定した上でさらにそのプレイューで元の全度 MM チャンクに戻ってきたらまあその構造は全度 MM チャンクそのものである可能性が高くてまあ他の条件を目指していればまあその領域がメインチャンクであるという可能性がいるこくなってきます。 まあやっていることはあのほとんど丸やのように見えるかもしれないんですけども、たぶん機能性というか気にしてはいけません。あの強い権限を持つプロセスしかこのような対応できなくて、まあ、同じ権限があれば、原理的には GDB などで同じことができます。えー、ここまでの対応により、少しばかり対象プロセスを止めるくらいで、まあ、スクリプト内にどういうサイズの、どういう内容のデータが入っているかを、まるっと取得するための道筋がだいぶ整ってきました。が、えー、解決されないのはですね、循環参照 GC の対象となるようなデータを どうすればよいかという部分です。グローバル変数や静的変数、ローカル変数など、スクリプト内で普通に利用されている値については、ここまでの話でほとんどをたどることができます。逆に、本当はすでにどこからも利用されていない、循環参照自身の対象となるような形で、メモリー領域を占有し続けているというデータが、どこにあるのかというのはたどれません。これは通常のルートでは、まあ、循環参照自身のルートバッファーのアドレスを特定して、まあ、取得する必要がありまして、 やはりデバッグシンボル付きの処理系があったら簡単なんですけれども、まあ、やっぱりこれは使う側が面倒になってしまうので避けたいです。しかし、この部分の領域が取れないと、メモリーリークの原因となっている領域が、まあ、循環最小 GC の対象だった場合には特定できないという、そういうことが増えることになってしまいます。で、このルートバッファーというのは、先ほどのメインチャンク特定のような力圧ののロができません。そこでですね、ルートバッファーが取れなくてもですね、 あの先ほどちらっとお話しした EasyObjectStore というところにです、ね、あの全オブジェクトの参照がですねシャッターダウン時の波及にあるということを利用しますとで。この中による他から参照をたどれないようなやつらが循環参照自身の対象かもしれない候補となります。実際にはですね拡張が持つ固有のデータ構造などが有効な参照を握っている場合もあるかもしれませんが、まあ、とにかくですねオブジェクトの情報取得は漏れなく確実にできるということです。 循環参照を起こしているのはオブジェクトと配列だけですので、まあ、このうち半分に当たるオブジェクトをカバーできて、まあ、かなり有効なはずです。ところで、どのタイミングでメモリープールのコピーを取得するかという問題があります。PHP メインプロフェだったら、スクリプト終了時にプロファイル結果をかけますし、メモリリミット5時の自動出力も可能です。一方、外部プロセスカーのサンプリング方式では、プロセスを止めるタイミングを選びきれません。 止めた瞬間が対象プロセスにとってどういうタイミングかは分かりません。レクエストの開始直後でメモリ状態に何の問題もないタイミングかもしれませんし、メモリ収容が一旦膨れ上がった後、ある程度回収されて平和なタイミングかもしれません。なので、まあ、これはいろいろできるようにしていくという方向です。まあ、いろいろできるようにするという方向です。はい。えー、まあ、ところでですね、あのどのように結果を出力するかという問題があります。 PHP メモプレグだったら、まあ、実質的にです、ね、あの関数実行の性能計測と同様の可視化が可能で、軽、まあ、キャッシュグラインドとかはです、ね、関数指出しの次を表示できます。まあ、あれは要するに関数がメモリをリークしているかという計測になるからです。でこちらもです、ね、あのプロセス全体をネットしてです、ね、あの各種情報をぶら下げたツリーとして情報を吐き出すことが可能なんですけれども、複数の箇所から参照されるようなデータを、参照カウントされるデータをどこへぶら下げればいいかという問題が出てきます。 そこでですね、まあ、やっぱりあのペチパーなら SQL ではないかということでですね、RDB のテーブル X が定義してですね、s q l ライトとかにですね、あの情報をぶっ込めがいいかなという感じがします。まあ、クラスごとのメモリー使用量とか参照元を絞った解析とか視点を変えてみれると使い方が良さそうです。本当はなんか FUSE でファイルシステムとしてサイズ情報をマウントして、あの参照をハードリンク扱いして、あのなんかあの DU コマンドとかであの メモリー少量見れたら面白いかなっていうのを真面目に検討したんですけど、まあ、SQL の方がですねあのペチパラしいかなと思い直しましたまあですねあのこ,あのこうやったらできるよっていう話ばっかりしてですね妄想たくさんだとです、ね、あの実際にそんなこと本当にできるのかってですねあの皆様の心の声にお答えして、まあ、今ある POC について少しお話ししますこれはあのレディのプロファイアの実験機能として作っていますプルリックに今一応上がっています 見栄えする必要がまだないんで、しょうがなく JSON ダンプの画像を載せるんですが、まあ、見えませんね、これは。す、え、で、ー、にできている部分としては、まあ、p c p 発展にターゲット前提の対応、全、まあ、度、Z バルのダンプ、対象プロセスの各種データのダンプ、デバッグシンボルのしでのメインチャンクの特定、サイズ情報のある程度の集計などがあります。性能を気にしなければ、必要なスクリープトについてはすでに割と情報が届いている気がします。 でまだできてない部分としては、まるっとコピーしたメモリダンプからのゆっくり解析というのが大きいところですあの。これはまだリモートプロセスの情報を直接読むという箇所が行動的に残っています。まあ、頑張ったらできそうかなというのが残っています、はいで。この取り組みがうまくいくと手に入りそうな、まあ、ツールというのは、対象プロセスに無修正で、プログラム無修正で使えるプロセス外からスクリプト内のほぼ全ての状態を取得して、SQL でクエリ可能になって、 まあ集計であのメモリーリークとかメモリボトルネックを特定できるというね、まあそういうちょっと夢のあるツールです。方、ま、向、あ、は PHP メモインフォに近いんですけども、PHP 製でペチパイは修正可能です。まあもう少し形になってきたら盛大にリリース告知をしていきたいと思いますので、目かけたらぜひリツイート、ハテブ、ギターウェのスターなどをやっていただければありがたいです。え全然知らせが聞かないなという場合はですね、あの我こそはと思う人がですね、あの開発を引き継いでくれたりですね、手伝ってくれたりしたらとても嬉しいです。 さて、まあ、まとめていきますと、まあ、メモリは大事な資源です。えー、自己事情報は基本的にリクエストごとのメモリ領域に入ります。PHP メモプルフというのが今あるメモリ少量計測の選択肢では有力ですで。根性があればですね、PHP でも力によってメモリプロファイルは作れそうです。処理系知識は無軌道な欲求によって蓄、ね、え続けてですねあの、一体俺はどこへ向かっているんだろうみたからですねあの、ふと我に帰ることのある人というのはですねあ、多分私だけではないと思いますし、まあ、処理系知識と全然関係ないことでも似たような思いを抱える人は、 まあたくさんいることかと思います、まあ、そのような人はですねこの動画は何らかの可能性を示せるものであれば面白いかなという気持ちでなんとなく言いますがあんまりひどい可能性ではないといいのかというふうにも思いますはい、以上ですご清聴ありがとうございましたはい、井原様ありがとうございましたお時間的に時間いっぱいですので失業との時間はございませんはいえ。 質問のある方、あの、直接、いわら様の方に質問をお願いします。はい。